桜井さんというお答えだったんですが、理由を教えていただいてもよろしいですか。もうそれはもうどう見てもショーですよ。どう見ても申し訳ないです。そんな差あります。もう全然運命の差なんです悪いけどまずお前、はい、まず無理、まずお前はまず無理。なんでまず無理なんですか。お前は言ってることとやってることが違うから全然気をつけます。いいの、はい、手品がしつこいいいじゃないですかね。松本、はい、夜帰ってこい帰ってこなくないよ。帰る大野、もうなんだかわかんないってなんだかショーだよ、まあ、はい、そうですね。そうでしょ。ふつつか者ではございます。よろしくお願いいたします。しっかりセーフどっちもなんかちょっと両方ちょっとは男性じゃない確かに。